置いていかないでください。タカヒロなんか嫌い。
んですか、高広さん。え、探していたって、あの、幽霊さんですか。女の子をいじめた。私？なんで？得体が知れない？私は幽霊なの？じゃあ、私、死んでるのかな？いないの？幽霊っていないんだ。時間に厨房に？キルル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 。この娘さんって、あの。一体何をなされるのですか？そんな叩かれるとリニアのお鼻が曲がってしまいそうですよ。そんなにお気遣いされなくても大丈夫ですから。ギュルル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 。あ、待ってくださいね。今作りますからね。できましたよ。キルル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 。うるさい。はい、鈴木さん。ありがとう。これはソースをかけて食べるものじゃないんですよ。これはですね、明石焼きといって、このだし汁をつけて食べるのです。明石焼き？はい、そうですよ。食べていいの？はい、鈴木さんのために作ったのですから。いただきます。あ、もぐもぐ。どうですか？あの、もしかして美味しくないですか？美味しい。よかった。まだまだありますよ。たくさん食べてくださいね。はい。
てきましたよ。あ、どうしましたか？そろそろ行かなきゃ。こんな小さな子を無理やりなんて。あ、高広をやめろ。高広さん、ごめんなさい。高広さん、鈴木さん、本当は高広さんはいい人なのですよ。うん、高広は信用してないけど、リニアさんは信用してもいい。その言葉は信じる。ありがとうございます。どうぞ。ご飯、わかめと枝豆のお味噌汁、それと卵焼き、小エビとほうれん草、鮭と大根おろしです。やっぱり日本食は作りやすいね。日本にゃ？私は日本生まれだよ。変な言い方するのね。ふーん、若者言葉ってわからないの？お粗末様でした。高広さん、おはようございます。はい。ふん、あの方が大事なものをなくしてしまったというので。大丈夫です。いつものことですから、じきに治ります。大したものでなければ大丈夫ですから、安心してください。昨日届いた本は図書館へ持っていかなくちゃいけないんです。そ
けにはいきませんよ。絵本は私の生きがいですから。そんな、それは私の仕事ですし、高弘さんにお手間を取らせるなんて。ありがとうございます。高弘さんは特別ですから、私が出そうとしなくても勝手に出てしまうのですよ。なんでしょう。ダメですよ。喧嘩なんてしてはいけません。それは開けてみてください。これで二人が喧嘩する理由なんてなくなりましたね。大丈夫ですよ、高弘さん。大丈夫ですよ。それよりせっかく本が届いたのですから、書室まで運ばないと。でもこれは私の仕事ですし。